スカグエイは、アメリカ合衆国アラスカ州の南東部、アラスカパンハンドルに位置する軍である。以前は1900年に法人化された都市であり、2007年6月5日にアラスカ州の軍として開組された。正式名称は、ミューニシパリティ・オブ・スカグエ・バロであり、通常のアラスカ州の軍とは、表記が異なる。また類似した、ヤクタ都市軍は、 ヤけたっとシティバローと表示されている。ここでは、スカグーエイ軍事地種と訳す。2010年国勢調査で、の人口は968人である。ただし、夏の間の90万人を超える観光客に、対処するために街の人口は倍増する。スカグーエイ港は、クルーズ客船の停泊地として人気があり、観光業が、 街の経済で重要な役割を果たしている。狂気鉄道であり、この地域の工業の歴史の一部だった、ホワイトパスユーコンルートが現在では書きのみ、観光目的で運行されている。また作家ジャック・ロンドンの小説、野生の呼び声の舞台になった場所でもある。スカグーエイという群名は、トリンギット後の地名、スコグア、または、シュガグアから来ており、水に、白波の立つ、 風の強い場所を意味している。現在のスカグウェイの町がある地域には、前世時代からトリンギット族が住んでいた。彼らは、地域の水域と森で魚老と狩猟を行い、海岸部や内陸部に住む人々との交易で、繁栄するようになっていた。初期スカグウェイの著名な人物の一人が、ウィリアム・ビリー・ムーアであり、元は、蒸気船の船長だった。 ムーアは1887年、国境調査遠征隊の一員として、海岸山脈を越える峠の調査を初めて行ったことが記録されている。その峠は後にホワイトパスと呼ばれるようになった。ムーアは、現在は、カナダのユージ根ン州との国境にあるクロンダイク、地域に金が眠っていると信じた。なぜなら、南アメリカ、メキシコ、 カリフォルニア州及びブリティッシュコロンビア州にある類似した山岳地帯で金が発見されていたからだった。1887年、ムーアとその息子のベンガスカグエイ川川口に160エーカーの土地を登録した。彼らはこの土地が金鉱原に直接つながる道を提供してくれると考えたので、この地に入植することにした。 将来金の炭鉱者が通過することを予測して、マルタゴや製材所及び桟橋を建設した。当時アラスカパンハンドル地域のカナダとアメリカ合衆国の国境は曖昧にしか定義されていなかった。1867年にアメリカ合衆国がロシア帝国からアラスカを買収した時の領有権、主張範囲とイギリスが主張する。 海岸部の領有権主張範囲には重複する部分があった。1871年にブリティッシュコロンビア州がカナダに加入した後、カナダは測量を要求したが、アメリカ合衆国はその地域が遠隔であること、人がほとんど住んでいないこと、経済あるいは戦略的な利点が限られていることを挙げて費用がかかりすぎるとしてその考えを拒否した。 クロンダイクゴールドラッシュがその状況を一変させた。1896年、カナダの有根巡州にあるクロンダイクで金が発見された。1897年7月29日、蒸気船クイーン号がムーアの桟橋に横付けし、金炭鉱車を降ろした最初の船になった。さらに多くの船が期待を抱いた数多い候補たちを、 この新しい町に運んできて、その者たちは、カナダの近郊原まで500マイルの旅の準備を始めた。ムーアは、一攫千金の炭鉱者たちに侵略されて、土地を奪われ、他人に売却された。ゴールドラッシュ時代の広告、谷の東壁を形成する、山の一つに書かれている、この地域、の人口は急速に膨れ上がって3万人に達し、その大半が、 アメリカ人炭鉱者だった。均衡払への道が困難であることを認識した者たちは町に泊まって、交付に商品やサービスを賄う道を選んだ。スカグウェイの町のぬかるんだ通りには数週間のうちに店舗、酒場や事務所が並んだ。1898年春の人口は8000人と推計されており、毎週約1000人の交付がこの町を通り過ぎた。 1898年6月までに人口は8000人内し1万人となり、スカグーエイはアラスカで最大の都市になった。突然人々が流入したことによる変化の一つとして、より経験を積んだ者たちが、幸福たちに、法外な運賃で輸送サービスを行ったことだった。待遇に不満な幸福たち集団が、町の委員会を組織してその利益を守ろうとした。 その集団の中で最も影響力のあったものは、カイザー、デービッド・マッキニー及びマーシャル・ボンドだったと推測できる。町の委員会は彼らの名前を町の通りの名に残している。委員会の候補たちが数とまた一人と北に移動していくにつれて、町の統制は、新山社やジェファーソン・ランドルフ・ソー・ピー・スミスが組織した地元住民にの中で無法化していった。 スカグウェイのブロードウェイアベニュー、1980年代初期1897年から1898年にかけて、スカグウェイは無法の街であり、その様子は、ノースウェストキ馬警官の一人が、この世の地獄と変わらないと表現していた。スカグウェイの通りには喧嘩、売春及び酒が、いつもあった。この時代の、最も目立った人物が、無法者ソーピースミスだった。 スミスは、自身を貧困者には親切で寛大な恩恵を与える、ものと思わせることを好んだ、よなれた、詐欺師だった。優雅な振る舞いで未亡人には金を与え、死刑を止めるような行動の一方で、泥棒組織を動かし、トランプ、サイコロなど、インチキ賭博で交付から金を巻き上げさせた。その電報事務所では、世界中のどこでも、電報を送るために5ドルを徴収した。 鉱山師たちは1901年までスカグウェイから、電報を送る設備がないことを認識することなく、故郷の仲間に伝言を送っていた。スミスはまた包括的なスパイのネットワーク、スカグウェイ軍事中隊と呼ぶ施設の民兵組織、新聞、連邦副保安官を支配し、町を徘徊する泥棒と詐欺師の集団を支配していた。1898年7月8日、 有名なジュノーさん橋の射殺事件で、ソーピーは、フランクリードとジェシー・マーフィーに射殺された。スミスも何とか反撃したが、目撃者の証言では二人が、同時に発砲し、フランクリードはその時に受けた傷が元で二日後に、死亡した。ジェシー・マーフィーが実際に、スミスを殺した男だった。毎年夏に98年の日々というショーが行われ、スカグウェイに避ける。 スミスの犯罪と死が演じられている。観光シーズンのスカグウェイ、ブロードウェイやベニューキン単行誌の旅は、スカグウェイから上流のホワイトパスを越えて山岳に登った時に、始まり、カナダ国境のベネットコアルイはその隣接する湖の一つに進んで、平底船を組み立て、ユーコン川に浮かべて、ドーソ村シティ周辺の近郊原に下るものだった。 他にスカグウェイの北西にある大井近くで船を降り、当時存在したトリンギット族の交易道をたどって、北のチルクルートパスを越え、湖群に至るものがあった。大井のルートは大きな帰船が到着するようになり、その港が高潮の時以外は浅かったので、捨てれていった。カナダの当局はホワイトパスの北側で、カナダに、 ハイツキン炭鉱コのそれぞれに1メートルトンの物資を持参させ、冬の間も植えないようにさせた。このことは金炭鉱ンに大きな負担を負わせ、さらには険しい峠を登る駅中にも負担になった。1898年、スカグウェイからホワイトパスに至る側に蒸気で駆動される全長14マイルの作動が建設され、 その運賃を払うことのできる金単行士の負担を軽減した。第2位を超えるチルクートパスの方にもチルクートトレール、トラムウェイズの運転が始められた。1896年、クロンダイクゴールドラッシュが始まる前に、投資家の一団がこのルートを超える鉄道の可能性を予見していた。ホワイトパスユーコンルートがスカグウェイで、 狂気鉄道を付設し始めたのは1898年5月になってからだった。この鉄道駅は1898年9月から12月の間に建設された。このことでスカグウェイには港と鉄道駅の双方ができたので大ルートの可能性がなくなった。アラスカでは最初の学校であるマカビーカレッジが建設され1899年には カレッジ予備高校のカリキュラムが始められた。この学校は1900年に完工した。ジェフ・スミス・パーラー、ソーピー、スミスの拠点1899年までに金を求める人の流れが止まり、スカグエイの経済は衰退を始めた。鉄道が完成した1900年までにゴールドラッシュは、 ほとんど終わっていた。1900年、スカグウェイは、アラスカ順州最初の都市として法人化された。スカグウェイの歴史の大半は、歴史的な街のツアーバスを走らせたマーティニティエンなど、初期住人によって救われた。イティエンは、ゴールドラッシュの墓地が完全に失われてしまうことを、防止支持することに貢献した。破壊される運命にあった、ソーピー。 スミスの酒場を買収し、その中に、市の初期歴史にまつわる物品を収納し、スカグウェイ初の博物館にした。1923年7月、ウォレン・ハーディング大統領が、そのアラスカ初の歴史的ツアーの途上でスカグウェイを訪れた。ウォレン・ハーディングは、その在任中に、アラスカを旅した初の大統領になった。今日のスカグウェイには、 クロンダイクゴールドラッシュ国定歴史公園とホワイトパストレール及びチルクートトレールが残っている。ゴールドラッシュ時代の約100件の建物が残る歴史地区がある。毎年約100万人の観光客が訪れ、その大半はクルーズ客船で来る。ホワイトパスユーコンルートは夏季限定でスカグウェイ周辺でその狂気鉄道を観光用に運行させている。 ホワイトパスユーコンルートは内陸から同鉱石を運び出してもいる。スカグウェイは特にドイツやオーストリアからのユダヤ人移民によるアラスカ開発に関する1939年スラッタリーリポートを裏書きしたことではアラスカでは数少ない街の一つである。コリントンのアラスカンアイボリーミュージアムはアラスカの長く驚異的な歴史に関わる 指摘収集品を収めており、無料で配管できる。スカグウェイのオールドタウン観光地区の外れ、5番アベニューとブロードウェイアベニューにある。スカグウェイは、北緯59度28分7秒整形135度18分21秒、北緯59.46861度整形135.30583度。 59.46861-135.30583に位置する。スカグウエイは、リンウンガの北端、タイアイリエの頭にある狭い氷河に削られたバレーに、ある。リンウンガは、アラスカ南海岸の内陸航路の中では、最北のフィヨルドである。アラスカパンハンドルに位置し、州とジュノーからは北西に90マイル離れている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は464.4平方マイル。このうち陸地は452.4平方マイル。水面は11.9平方マイルで、水域率は2.56%である。アラスカ州の軍としては、最小の面積である。スカグウェイ軍ができるまでは、ブリストルベイ軍が最小だった。 隣接する軍1915年頃のスカグウェイ以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。スカグウェイ港をクルーズ客船やフェリーで海洋に出ることができる。スカグウェイには道路網が通っており、アラスカ州南東部では3つしかないそのような町の一つである。1978年に観光したクロンダイクハイウェイがスカグウェイを通っている。 この道で、アメリカ合衆国本土、ユーコン順州のホワイトホース、ブリティッシュコロンビア州北部及びアラスカハイウェイと、つながっている。また、アラスカ州のフェリーモーを構成する、アラスカマリンハイウェイの重要な寄港地でもある。さらに重要で、利用量の多いリンウンガの北端港として、機能している。スカグウェイ空港では2つの、アラスカ物ュ向け航空会社である、 ウィングス・オブ・アラスカとエアイクス・カーショインズの便を利用できる。スカグーウェイでは月に開館し、スカグーウェイニューズが発行され、地域公共ラジオ局、KHNS はヘインズに主要局があるがスカグーウェイにもスタジオがあり、プログラムを制作している。ジュノーのラジオ局カイニーが、スカグーウェイにある変換装置を運行しており、超全体で聴取できる。また、 無料地域紙キャピタルシティウィークリーも入手できる。コメディグループ、サンバカ大賞の、ショートコント、インザ、スイートパイパイで、スカグウェイが、イーダムのネクタイには3つの便利な場所がある。アラスカ州のスカグウェイ、リトルアメリカ、およびパゴパゴだという、面白い表現があった。1995年にアンソニーマンが監督した、西部映画ザ・ファーカントリーに、 スカグーエイが登場した。コンピュータゲームユーコントレイルには、スカグーエイの街が出てくる。アメリカ合衆国国土安全保障省の職員を登場させたテレビ番組ホームランドセキュリティ、USA のエピソードでは、スカグーエイの国境通過地点が、アメリカで最後に使われた、越境点だとされた。ありがとうございます。